待たせいたしました。本日のスペシャルゲスト、原口芳秀さんのステージでお楽しみください。ありがとうございます。
前のね、あの今今日も今度また台風がね近づいておりますけれども、その前の西日本豪雨のね、219人ですか、9名の方がねお亡くなりになりました。本当に、ね、ご冥福をお祈りいたしたいと思います。そういったことでね、いろいろあの嫌なこともありますけれどもね、まあ今年はまたね、あの大相撲ではね、御嶽海さんがね表彰されましたね。よかったですね。そしてまたあの羽生結弦さん、国民栄誉賞です。すごいですね、あの若くてね、ここで取られた方がいらっしゃいます。国民栄誉賞。まあ、そうですか。この前ですね、国民栄誉賞取ったことありますかって言ったら、はいって言われました。いつ取られたんですかって言ったら、私ね、2ヶ月越しにもらえるんですよ。国民年金とか。それでは、さあ、それではですね、ここで、真髄万有紀夫先生にご登場をお願いいたしまして、今ちょっと過ぎましたけれども、アジサイというね、お花がありますけれども、色を変えるあのアジサイ、これを歌って、踊っていただきたいと思います。それでは、聴いてください。アジサイ。
花束贈呈ありますので、どうぞステージにそのままお残りください。